会場では各国の閣僚をもてなす歓迎レセプションが行われます。この中では秋湯の伝統芸能も披露されます。会場から中継です。野口さん。こちらのロビーではこの後午後8時から歓迎レセプション秋湯ナイトが行われます。こちらの会場では各国の閣僚や関係者をもてなそうとステージイベントなどの準備が進められています。 さてこの歓迎レセプションで披露されるのが秋保地区に伝わる田植え踊りです秋保の田植え踊りは五穀豊穣を願い笛や太鼓に合わせて田植えを表現して舞う踊りで2009年にユネスコの無形文化遺産に登録されました7年前の関係閣僚会合でも披露され今回は保存会のメンバー20人が およそ10分間にわたって踊りを披露します保存会の皆さんは先月上旬から練習を重ねてきたということで秋急の伝統文化を多くの人に知ってもらう機会にしたいと話していましたこのほか会場では地元のお酒や東北の食材を使った料理などが振る舞われるということで豊かな食文化を楽しんでもらうということです以上中継でお伝えしました 会、はい、会合の会場からお伝えしましたえさて田口さん、いよいよ G7 の科学技術大臣会合が仙台で開催されましたけれども、この経済波及効果というのは、どれくらいあるんででしょうかそうかそすね、まあ、期待したいところなんですけれども、はい、開催期間中の、えー、消費増加ですとか、えー、波及効果というのは、非常に限定的ではないかなというふうに思います。そうなんですねこちらは、ですね、えー、前回2016年の財務大臣・中央銀行総裁会議。 のですね、経済波及効果当時試算したものですが、えー、約5億1500万円となっています、はい、これは昨年のです、ねえー、仙台七夕祭りだい大体170億円と試算されますがそれに比べれば、まあ、非常に小さい金額というふうに思います先ほどの VTR にもありましたように G7 の大臣会合というのは要人警護で,です、ねえー、人を呼び込むというよりはどちらかというと人を抑えると。 いったような性質があるのでですね、期間中の波及効果というのはまあ極めて限られるということが言えると思います。そうなんですね。では G7 の会合を仙台に誘致した効果っていうのはどのようなものがあるんでしょうか。そうですね。まず大きく二つあるというふうに考えられます。はい、まあ一つはまずですね、えー、主要な国際会議を開催したという実績がですね、まあインバウンドの裾野を広げるということの有力な方策になると。 いいうことだとだ思います、はいえー、ま県内のインバウンドは6割が、えー、東南アジアの近隣諸国,が諸国が占めているということがあって、ま、今回の会合の内容が世界で報じられてですね仙台の魅力、知名度が上がればですね、えー、アメリカヨーロッパ、オーストラリアとこういった国の観光客増加に期待が持てるのではないかなというふうふに思います、うんはい、そして忘れてはいけないのはです、ね、2つ目なんですがナノテラスです。 この仙台での会合開催というのはもともとナノレベルの物質を確認できる巨大な顕微鏡と呼ばれるナノテラスの存在が決め手となっているということですね来年稼働予定で設備の性能はですね世界屈指というふうふに言われておりますのでこのナノテラスの利用者を世界から呼び込むという PR に絶好の機会ということが言えると思います。うん ただですね、このナノテラスの利用にはですね、まあ、高額な料金がかかる見込みになってまして、えー、地域企業が一社単独で利用するにはちょっとハードルが高いという問題がありまして、まあ、複数の企業が連携してプロジェクトを組んで、まあ、利用するということが想定されたり、またですね、えー、それらの企業、仙台に進出する企業といったものと連携してですね、えー、宮城もしくは東北の経済が大きく発展する可能性を秘めているということです。 まあ、東北経済連合会の試算によりますとお10年間の経済効果はです、ね、1兆9000億円というです、ね、かなりのです,、ね、ものすごいことになっておりますので,です、ね、ぜひ、まあ、これを機会にしっかり PR してほしいなといいううふうに思いますね、はい、でこの G7 会合の開催について仙台市の担当者にお,なお話を聞きますとこのように話されています2016年の財務大臣会合でももちろん仙台を PR したんですが やはり新型コロナが広がって道半ばとなってしまったとだからこそ今回、もう一度世界に仙台を PR し今、お話にあったようなインバウンド企業誘致を加速させたいと話していました。